どうもなおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は最強アタッカーランキングやっていきます。今日のアタッカーなんだけども、妖術系のみ、妖術系限定でのランキングとなっております。皆様の好きな妖術系妖怪入ってるでしょうか。それでは早速行きましょう。それでは最強妖術アタッカートップ5やっていきましょう。では第5位、5位は天狗です。天狗普通に使うと弱いです。 S ランクなのにめちゃめちゃ弱いです。でもこいつは天狗のうちわを装備するとステータスがバカみたいに上がるので使えるようになるんですよ。でも使えるようになるってなっても素早さがねそこまで上がらないので、まあ入れるか入れないかっていうとそこまで俺は必要ではないかなと思うけども、まあ他のやつに比べると第5位ぐらいではないでしょうか。スキルの風遊びで、ダメージもアップして威力は全然あるのよ。ただこいつの問題は素早さと HP の低さ、それがなければ全然良かったんだけどね。ちょっと惜しい妖怪ですね。第5位、天狗です。それでは続いて第4位いきましょう。第4位は吹雪姫です。吹雪姫若干ステータスが低めです。他のやつに比べて若干低いだけども、スキル雪遊びのおかげで、この低い妖力を補ってくれます。他のやつと変わらないぐらいのダメージを出せるので、全然使っていけます。で、天狗と違うところで HP が高い、そして装備が選べるので素早さを、ブーストさせることができるということで、天狗よりは使えます。全然使っていける妖怪だね。第4位は吹雪姫です。続いて第3位、第3位はキュービーです。キュービーはステータスが高いから使いやすいよね。ただ HP がちょっと低い、若干低めなので、耐久力はちょっと見ておかなきゃいけませんね。そして妖術系全般に言えるんだけども、装備がいいのよ。装備がいい、ステータスで重要なのって素早さなんですよ。素早さがすごく重要。この鬼神のバッチ系を装備するにあたって力がダウンしてしまうので、物理系にはちょっとね装備するか悩むところなんだけども、妖術系にはもう 100% このバッチ系を装備することで強くなるんで、めちゃくちゃおすすめです。で、キュービはスキルがいいんです。嗅覚、攻撃が必ず命中する必中スキルっていうのがすごく使えます。間違いなく入れて問題ないキャラだと思いますよ。第3位はキュービです。そして続いて第2位、第2位は犬神です。まあキュービとほぼほぼ一緒なんだけども、犬神の方が HP が高いです。 HP が高いで、素早さは若干低いんだけども、まあそこまで問題にならないぐらいの、差だね。10ぐらいしか違わないので全然 OK です。 HP が30高い方が全然強いで、スキルはキュービと同じく嗅覚、必ず命中するっていう必中スキルとなってます。そしてもう一つキュービよりいいところ、それが取り付きだね。犬神の取り付きは妖力アップなので妖術系にはありがたいですね。第2位、犬神です。それでは妖術系最強アタッカーランキング第1位、1位はシュラコマです。これは間違いない。シュラコマはめちゃくちゃ強いです。まず HP が高い。妖術系で HP 高いって言うとなかなか使えるよ。そしてスキル燃える闘志、
これは他のキャラクターが、どんどんやられていく中で自分がめちゃくちゃ強化されるので、使いどころを間違えなければめちゃくちゃ強いです。そしてもう一つ、取り付き。シュラクマの取り付きは、妖力がダイアップするので、すっげー使えます。マッチしてるよね。さすがレジェンドといったところです。第1位は、シュラコマです。はい、ということで今日は最強妖術アタッカーランキングやってみました。皆さんの好きな妖怪は入ってましたか？では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。